ライブ。はい、皆さんこんにちは、もちあいです。今回はスクフェスでございます。ということで今日は11月の3日ですね、文化の日ということで祝日になってまして、ちょっとねいつも以上にだらけてしまいました。はい、ちょうどねもう空いてたんで、動画撮ろうかなと思ってたんですけども、ちょっとね、休んでしまいました。はい、ということで、ガチャをやりたいと思います。はい、ということで10月31日イベント終了からですね、切り替わりまして、こちら赤の特待生勧誘、何編だっけ、何編かをチェックし忘れました。ね、リコちゃんがウルトラレアで登場ということで、あ、チアガール編ですね。はい、すいません、チアガール編です。はい、ということでいきましょう。で、ウルトラレアにリコちゃんが登場ね。ちょっとこれ投票の時にも触れたんですけども、この、覚醒前のジャージの衣装いいですよね。そして SS レアに花丸ちゃんですね。そして S レア残り3人が登場しております。はい、もちろん覚醒後もね、可愛いんですが、はい、そしてカナンちゃんもいます。はい、覚醒後もね可愛いですね。そして続いて、はい、ヨシコちゃんということで、カナンちゃんとね、ヨハネが来てますので、このエスレアのカナンちゃんとヨハネ狙いで、今回は行きたいと思います。そして最後、エスレアにルビーちゃんも入っております。この5人が前半ということで、ということでラブカストーンはないんですけども、月始め限定で販売されておりますチケット購入いたしましたので、アクアバージョンですね、の方を購入いたしましたので、チケットで10連1回勝負、もういつも通り行きたいと思います。もう多くは望みません。結構ね、まあ、来てるんですよ、スクフェス運は来てるんですけども、いつ落ちるかね分かりませんから、もうちょっと、行きたいと思います。もうそんな高望みはしません。はい、ということで行きましょうか。11回勧誘、11回特待生勧誘、チケットの方を使います。11回勧誘チケット使います。はい、もう月始めのねもう運試しみたいなもんですよ。はい、ということで今年も残り少なくなってますからね、関係ないか、行こうということで、ダメだ、なんかもう本調子じゃないんですけども、行きましょう。ということで、行きます。もうねこの一発で決めます。もう今回はそんなに回しません。はい、ということで行きますよ。せーの、持ち兄、必殺の持ち兄コールを使いますよ。おお、ちょっと待って、ウルトラレア来てた。ちょっと待って、誰誰誰、ウルトラレア来てたよ。嘘でしょ、おい、ヨシコちゃん来た、やったやりました、ありがとうございます。すいません、ちょっとねパソコンがなんかねカクカク落ちてるんですよ。だからちょっと、現在も録画できてるか不安だったんですけども、多分撮れてますね、撮れてるよね、大丈夫だよね。はい、ということですいません、こっちの問題なんですけども、やったー、リコちゃん一発ゲット、ありがとうございます。うっそ、本当にこれね、画面外でポコポコ引いてるとかじゃないですからね、本当に本当にこの録画してる時とか、まあ引いたとしても画面外は1回とか、本当にそんな頻繁に引いてるわけではないので、やったね、さっさと OK 押せよって感じですけど、はい、補助チケットもいただきましてありがとうございます。はい、ということで、やっと、お、しかも、ヨハネは見てたけど、カナンちゃんも出てたんだ。やった、もう、この1回で目標クリア、ありがとうございます。やった、ほんとね、最近ついてる。もうスクショ撮っとこう。はい、ということで、まずはこちらを見ましょう。ウルトラレアの桜内リコちゃん。やった、ほんとまさかですよ。で、リコちゃんは、1枚目のはもう僕持ってるので、最初にやったやつね。なので、リコちゃんのウルトラレア、2枚目、2種類目、ありがとうございます。やった、本当に嬉しい。私の声、聞こえますか?ということで、聞こえます。はい。ということで、スコアアップの、能力ですね。そして、あ、その前に拡大してみると、こんな感じでございます。ね。紅葉シーズンですから、いいですね。そしてヨハネ、おお、かわいいね、ジャージ販売されるんでしょうか、これは後々、気になりますけども、ヨハネのこのジャージのデザインも、へーっていうか、まあ、この落ち着いたデザインいいですね。うん、そして水筒を持ってます。はい、
ということでね、よしこカラー、そして胸のところにもマークがございますね。はい、ということでなかなか落ち着いたいい雰囲気のジャージです。そしてカナンちゃんも出ました。ありがとう。いやもう本当ありがとうございます。スレアのカナンちゃんということでね、こちらも拡大してみましょう。カナンちゃんは救急箱を持ってるんですね。はい、そしてカナンちゃんのジャージのカラーもなかなかいいですね。すごいなんかよりおしゃれな感じが、しますね。はい、ということでこんな感じでございます。はい、ということでいやー素晴らしい。あ、そしてスレアの、あ、これ短冊のやつだ。この時のね、イベントは僕もうやってたので、この、イベントのルビーちゃんを持ってたんですけども、やった。いやーめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。ウルトラレア1枚、スレア3枚ですね。いやー素晴らしい結果でございました。ありがとうございます。それでは OK としましょうか。ちょっとこれもスクショ撮っといて、OK と、はい、いうことでありがとうございます。ちょっとね、喋りすぎな感じもしますけども、ということで11月3日引いた分はですね、なんとウルトラレアリコちゃんが出るということで、ほんとねもういつまで続くんだってぐらいね最近ついてます。はい、ということで、こんな感じの結果でございました。で、まあ覚醒できれば最高なんですけども、カナンちゃんと、ヨハネね、覚醒できれば最高なんですけども、ちょっともう微妙な感じなので、まあ余裕があれば、まあ期限内に、期限内っつっても5日までなんですけども、まあ悩んでおきたいと思います。はい、ということで、でもねほんと素晴らしい結果に終わりました。ありがとうございます。ということで、まあイベントも待機しつつ考えておきたいと思います。はい、ということで今回はアクアチアガール編ですね、特待生勧誘10連1回勝負でございました。そして素晴らしい結果に終わったということでありがとうございます。今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。